以後第20潜水艦、以後第20潜水艦、以後20潜水艦、旧時代以後第20潜水艦は、第日本帝国海軍の E16 型潜水艦の3番艦。1937年、昭和12年の第3次海軍補充計画、丸三計画で建造が計画され、1937年11月16日に、 三菱重工業神戸造船所で寄港。1938年、昭和13年9月20日、本館と他の各館、親潮、夏潮、初風、伊18、伊22、第11号総改定、第12号総改定は、それぞれ官邸類別等級表に登録。1939年、昭和14年1月25日浸水。1940年、 昭和15年9月26日に竣工した。同日、横須賀鎮守府席となり、横須賀鎮守府部隊所属となる。1941年、昭和16年1月31日、E18 と共に、第6艦隊第1潜水船隊、第2潜水隊を編成。これは、波旧型からなる船内の第2潜水隊が、所属艦の助籍により1929年、 昭和4年4月1日に解体され、以来、5代目となる。太平洋戦争開戦時には、第6艦隊第1潜水船隊、第2潜水隊に所属。1941年、昭和16年11月18日、イニジューは、クレを出港し、クラハシトウガメが首に移動。同地で特殊潜航艇抗標的を搭載した後、 真珠湾攻撃に参加するため十九日零二一五に出港。十二月七日零二五七、真珠湾港五十一、五、三海立地点付近で、広尾明将尉、片山義雄二等兵装を乗せた、公表敵を発信させる。当裁定は、ワード号事件により撃沈された。九日、早朝、七井島方沖の海画展を離れ、二十日にクエゼリンに到着した。 1942年、昭和17年1月4日、イニジューは、クエゼリンを出港し、サモア、フィジー諸島方面に進出。11日、パゴパゴ砲撃。16日、スバ付近で、ニュージーランド揚陸艦、モノアイ、を発見し、魚雷2本を発射するも、魚雷はすべて早爆した。イニジューは砲撃のため浮上して接近するも、モノアイから砲撃を受ける。 イ二重も反撃して、船橋に一発を命中させたと判断したが、実際は命中弾はなかった。その後イ二重は先行し、モノワイは警報を発信しながら高速で去っていった。二十四日、クエゼリンに寄港し、二月一日に横須賀に到着。同日、第一潜水隊のイ十五、イ十七と入れ替わる形で、イ十八と共に第一潜水隊に編入。 三月十日、第一潜水隊は、第八潜水船隊に編入。十六日、E20 は、横須賀を出港し、クレに移動。四月十六日、第一潜水隊の領艦、E10、E30 と共に、抗戦検隊を編成し、クレを出港。十八日、同リットル空襲を受け、小笠原諸島北方沖にいる、米機動部隊の迎撃のために、北東へ向かったが、 空振りに終わった。27日、ペナンに到着し、水上規模管日進により運ばれてきた、公表鉄器を搭載。30日、イ30を除いた部隊は、特設巡洋艦報告丸、大阪商船、1438トン、愛国丸、大阪商船、1437トンと共に、ペナンを出港。5月5日、10日、15日に、報告丸、 愛国丸から給油を受けた後、二隻と分かれた。17日、波浪により、機関室に浸水。排水作業を行った後、再度機関室に浸水するも、任務を続行した。20日、移住の搭載機がダーバンを、飛行偵察。30日、移住の搭載機が、マダガスカル島、ディエゴス・アレスを、飛行偵察し、戦艦一致した多数の感染の在泊を報告してきた。 31日1740、ディエゴ・スアレス港の攻撃を行うべく、ディエゴ・スアレス沖時帰りの地点で、秋枝サブロー隊員、乗組員、竹本正美一党兵装を乗せた、公表敵を発進させる。当裁定は2025に、AA 戦艦ラミリーズへ向け魚雷一本を発射。魚雷は、ラミリーズの左舷ン A 方向全部に光なりし、全部15インチ砲の弾薬庫などが浸水した。 2120A コルベットジェニスタータイムが爆雷攻撃を行う中 A タンカーブリティッシュロイヤルティブリティッシュロイルティ6993トンに向け残る魚雷1本を発射魚雷は命中しブリティッシュロイヤルティは沈没したその後艇がアレス島に座礁したため搭乗員は艇を放棄してマダガスカル島アンタラブイ近くに登し6月2日に 会合地点付近のアンドラナボンドラニナという、小集落でイギリス軍部隊との銃撃戦により戦死した。6月3日、イニジューは浮上して、搭載艇と接触を取ろうとしたが、失敗に終わった。5日の地点で、パナマ貨物船、ジョンズタウン、ジョンスタウン、5086トンを発見し、雷撃により撃沈。8日の地点で、ギリシャ貨物船、フリストス・マルケトス、 クリストス・マーカトス5209トンを発見し、雷撃により撃沈。11日の地点で A 貨物船マーロンダ、マロンダ7926トンを発見し、雷撃により撃沈。12日の地点でパナマ貨物船ヘレニックトレーダーヘレニックトレーダー2052トンを発見し、砲撃により撃沈。同日の地点で A 貨物船、クリフトンホール、クリフトンホール、5063トンを発見し、雷撃により撃沈。17日、報告丸、愛国丸との会合店に到着し、燃料と食料の補給を受けた。29日の地点で、アデンからローレンソ・マルケスへ向かっていた、ルウェー貨物船、ゴビケン、ゴビキン、5063トンを発見し、来撃。 魚雷が命中した導線は20分で沈没した。30日の時点で A タンカーステアウアロマナ、ストロモナ5311トンを発見し、手砲弾15発を発射して一発を命中させた。そのうち、ステアウアロマナが反撃してきたため、先行して95式酸素魚雷を発射するも、魚雷は早爆した。 ステアウアロマナは煙幕を張りながら逃げようとするも、イニュウはそれをものともせず、魚雷を発射。魚雷は命中し、ステアウアロマナは沈没した。その後、イニュウは、連合軍の無線通信を傍受して、ステアウアロマナの船名を確認した。7月5日、魚雷の葉や爆の原因を探るため、95式酸素、魚雷1本を分解して調査した。21日、アデン湾に進出して、 紹介を行い、同日中に紹介区域を離れた。8月5日、ペナンに到着。その後、ペナンを出港する。23日、横須賀に到着し、整備を受ける。10月24日、イニジューは、横須賀を出港し、ショートランドに移動。11月5日、水上規模艦チヨダにより輸送されてきた、公表敵を搭載し、 同日夜に出港。7日霊後に霊、ガダルカナル島エスペランス岬沖4階立地点付近で、国広新寺中尉、井上五郎一等兵装が乗った、公表敵を発信させる。搭載艇は、その近くに停泊していた、米区逐艦を発見し、それぞれに、魚雷1本ずつを発射。魚雷は1本が、ランズダウンの艦艇下を通過して陸岸に命中したが、爆発しなかった。 もう一本は、マハバの原機関室に命中し、これを撃破した。マハバは、沈没を防ぐため格座された。艇は、ランズダウンと、米区畜間の爆雷攻撃を受けるも被害はなかった。その後艇は自沈処理がされ、搭乗員は、ガダルカナル島に上陸した。イニジュは、トラックに向かった。13日、イニジュは、トラックで、公表敵を搭載して出港。 18日、発信地点に到着し、19日0300に、エスペランス岬を記録会議地点付近で、三好義明注意、梅田清一等兵装を乗せた、公表的を発信させる。搭載艇は2分後に操打装置からのオイル漏れが、発生するも、任務を続行。しかし、目標を見つけることはなく、0955に、エスペランス岬付近で、地震処理がされ、搭乗員は、 ガダルカナル島に上陸した。イ20はトラックに戻った。26日、イ20はトラックで公表敵を搭載して出港。12月2日、発信地点に到着し、19日0300にサボ、島沖19階に地点付近で、田中千秋将尉三田に守る二等兵装を乗せた公表敵を発信させる。3日、搭載艇は、 駆逐艦、輸送船を含む複数の目標を発見し、しばらく観察した後輸送船へ向け魚雷2本を発射。1回の爆発音を聴取する。その後艇は、米駆逐艦の追跡を受けるも、損害を受けなかった。その後、エスペランス岬付近で浮上固定が浸水したため、艇は自沈処理がされた。搭乗員は、ガダルカナル島に上陸した。E20 は、トラックに戻った。 その後、E20 はゴム袋入りの輸送物資25トンを積んでトラックを出港し、31日にエスペランス岬沖に到着。輸送物資を下ろした後出港し、トラックに戻った。1943年、昭和18年1月2日、トラックを出港してショートランドに移動。ゴム袋入りの輸送物資18トンを積んだ後、出港し、 7日にエスペランス岬沖に到着。輸送物資を下ろした後出港し、ショートランドに戻った。20日、輸送物資18トンを乗せた特型運河島を栄光して出港。22日にエスペランス岬に到着して、特型運河島を切り離した後出港し、トラックに戻った。3月18日、イニジュは食料と弾薬計30トンを乗せて、 トラックを出港し、21日に来に到着して、輸送物資を下ろした後出港し、トラックに戻った。その後食料と弾薬を乗せて、トラックを出港し、27日に来に到着して、輸送物資を下ろした後出港し、トラックに戻った。その後、輸送物資37トンを積んで、トラックを出港する。4月2日。 ニューブリテントウミ沖で先行中、同じく先行していた E16 と接触事故を起こすが、幸い被害はなかった。3日、来に到着して、輸送物資を下ろした後、第18軍司令の足立23中将以下、第18軍指導部を含む陸軍兵士39名を乗せて出港し、トラックに戻り便乗車を下ろした。その後、輸送物資30トンを積んで、トラックを出港する。 9日、雷に到着して、輸送物資を下ろした後、陸軍兵士42名を乗せて出港し、トラックに戻り便乗車を下ろした。その後、輸送物資37トンを積んで、トラックを出港する。15日未明、雷付近で、米召回機に発見され、照明弾を投下されて照らされたため先行退避。その後雷に到着して、輸送物資を下ろした後、 陸軍兵士40名を乗せて出港し、トラックに戻り便乗車を降ろした。その後食料と弾薬を乗せて、トラックを出港し、20日にコロンバンガラ島に到着して、輸送物資を降ろした後出港し、トラックに戻った。その後、輸送物資39トンを積んで、トラックを出港する。5月2日、苗に到着して、輸送物資を降ろした後、 陸軍兵士31名を乗せて出港し、トラックに戻り便乗車を降ろした。その後、輸送物資39トンを積んでトラックを出港する。8日、来に到着して輸送物資を降ろした後出港し、20日に横須賀に到着して整備を受ける。8月4日、イ20は、横須賀を出港し、10日にトラックに到着。航海中の日。 1> 第1潜水隊は、第1潜水船隊に編入。19日、イニジューは、トラックを出港し、ニューヘブリディーズ諸島周辺海域に進出。30日、エスピリトサント島付近で、空母1、戦艦2からなる、米機動部隊を発見。31日、のブーゲンビル海峡北方10階に地点付近で、米大カー WS リーム、WS リーム、 1872トンを来撃し、撃破したという報告を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、9月3日 1935WS リームが、ひかみなりしたことで紹介中の米駆逐艦のレーダーが 12km 先に交点を示したため、4600m の距離まで接近し、相手の潜水艦に対しモールス信号で応答を求めたが、 応答はなかった。そのため照明弾を打ち上げたところ、3100メートルの距離で急速先行していった。間もなく270メートルの距離で先行中の潜水艦をソナー探知し、2012に爆雷攻撃を開始。攻撃は2038まで続けられ、2059に潜水艦を見失った。翌4日夜明け頃、エレットは、 潜水艦のものと思われる破片と大きな重油の帯が海上を漂うのを発見した。これが E20 の最後の瞬間であり、艦長の大塚藩詳細化上院101名全員戦士。沈没地点はエスピリットサント島近海。また、付近を行動中の E180 にも1日に WS リームが光慣れしたことで紹介中のベークチック艦。 マズワースの攻撃を受けて撃沈された。25日、第1潜水隊の解体に伴い、すでに潜没していたイニジューは、書類上、第二潜水隊に編入。11月18日、エスピリトサント島方面で防失と認定され、12月1日に除籍された。撃沈総数は8隻であり、撃沈トン数は42,703トンである。 撃沈積数では、帝国海軍潜水艦の中では、E165 と並んで、第5位を誇る。撃破総数は3隻であり、撃破トン数は41099トンである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。